えー、こんばんはえー、現在11月6日0時45分になりました。はい、えー、奈良の大和郡山から帰ってまいりました。えーと、まあ、なので、ね、ちょっとまあ今で、えー、鬼滅の刃劇場版無限列車編見終わって1時間15分、20分ぐらい経ってるんですけどね。はい、ちょっと覚えてる限りで、えー、印象的にあったところ言いますね。まずはあそこですね。えーと、最初、煉獄京次郎が出てきた初登場シーンね、今回の。 弁当を食いながら、うまい、うまい、一口食うたびにうまいうまい言うてたところ。あれね、自分もよくね、飯食いながら、うまい言うんですよ。うまくううん、めえうて、うん、めえっよく一緒に行ってる後輩とかに何回うまいって言うんですかって言われる。お煉獄さんちょっとそこに似てるなーっていう、すごいどうでもいい共感をね、えー、<laughs> 共感しました。次はそうですね、えー、っと、加減の位置。 あれ、ムエンムですよね。の血気術によってねあ、あの、眠らされてた煉獄教授の夢の中の精神の核を破壊しようとした瞬間に、起きたかと思ったら起きてないのに、あの、反撃というかね、あの女の子の首もたまガって。あれ、熱かったっすね。すげえな、これが柱の精神力かと思って。で、炭治郎の夢が幸せすぎてちょっと、もうあれ多分、 19話見た直後ぐらいだったら、あそこで泣いてたかもしれませんね。あの幸せな炭治郎一家の姿見てね。うん。で、あそこであの自分の首を切って起きるっていう、なかなかな精神力。まあ、リゼロでいうとこのスバルがね、自決するみたいなもんですから。で、そうですね、あとは、そうそう、あのー、なんで記者と合体するねんと、あの鬼、演 <laughs> 武ね。記者と合体は卑怯や。 っていう、まあ、ちょっと幼稚な意見。まあ、でも、そんなこともできるんやなと。だから、鬼の才能、才能とか、能力の可能性っていうのは、やばい、半端ないなと思いましたね。うん、そんなこともできるのかと思って。うわ、首切り落とした思ったら、まさか、記者、記者と一体化した。何を言うてんのか思ったら。で、まあ、200人の命から守らなあかんって、これ、どないなんねんと思いましたけどね。で、そこで、煉獄がね、五両を一人で守るって、やっぱ柱すげえわ、と思いましたけど。 でそんな中で禰豆子がね、あのー、両手両足を完全に塞がれた時に、あ、これやっぱどないなのと思った瞬間に出てきた善逸ね。かっこよかった。禰豆子ちゃんは俺が守る。まあ、相変わらず善逸やかましかったですけどね、最初の方。で、あのー、夢の中でね、精神の核を探してる時に、まず伊之助が、あのー、追いかけてましたね、女の子。あれおもろかった。 猪之助はもうどこまでも猪之助やなと。で、善逸も、あの、各破壊しようとしてたね、あの、男の子、男の子だったっけな、うん。もう、あの、野郎が入ってくんじゃねえっつって、巨大バサミかな、あれ、なんか、あの、植木屋が持ってるようなね、あれ持って追いかけ回す、善逸も善逸やなってい思いましたね。 で炭治郎だけは、あのこれが精神のあれは領域がすごい綺麗やったっていうのが、やっぱり炭治郎の心の優しさっていうのが現れてたなって思いますね。あの結核の少年があの、まあ、諦めたというかね、核を、え、これを壊しに来たのに自ら案内するとはみたいな感じでね、ちょっと、あのどういうの心が現れたというか、あれはもう炭治郎の優しさを完全に表した描写でしたね。しかも美しかったし。 ウユニエンコみたたいでしたね、うん、であと印象的やったのは、どこかな。うんとね、そうそう。で、僕ね、あれなんですよ。あのー、多分22日から、多分20日とか、まあ2週間ぐらい前ですかね。に、あのー、兄貴とおいっ子がね、あのー、鬼滅の劇場版見終わった後に、我が家に来たんですよ。で、その時にもう、むちゃくちゃ泣いたわ、言うてて。で、その時僕は、鬼滅見る気全くなかったので、あ、そうなんや、と思いながら。 ももやっぱりおっ子小学校4年ですけども煉獄さんが死んでむちゃくちゃ泣いたって言っててだから自分は煉獄っていう人は死ぬんやなっていうのは思った上で見たんですけども果たしてどういう死に方すんのかなっていうのはね分からんかったのでいやでも強かったですわ強かった煉獄強かったっていうかあのもうあの上限の3 赤,赤座でしたっけ赤座やったかな強すぎるし、あれ。うん。鬼にな,な,ら,ならんかって、どんな誘いをしようねんと思ってね。ドラクエワンの竜王かとか思いながら。うん。ほんで、まあもちろん答えるわけないですしね。ただ煉獄さんは強かった、とにかく。強い。で、やっぱあの、多分腹に、ああの腕が貫通した時ですかね。 まあその瀕死の状態、左目つぶれて、確か、肋骨はもう粉々で、あと内臓も損傷してる状態で、どうたらこうたらってね、鬼が。でも鬼になったらそんなもん一瞬で回復すんねんぞっていうことを言うたところからの、あのオーラの出方はすごかったですね。むっちゃ魂震わされました、あれは。うおーなりましたね。ほんで、どこかなその後ぐらいかな。 あの19話でね、走馬灯の話ありましたけど、前逸に解毒剤を打つときの胡蝶忍のね、でその後にあのに炭治郎が、ル、あ、イ、のー、にやられかけたときにね、走馬灯が流れてからの,あの日の神神楽でしたっけね、が出た。だから、煉獄恭次郎もあの母親とのなんか会話のシーンねその、あなたは強く生まれてきたから弱いものを守,る守りなさいみたいな。 これ、相馬刀かなと思って。もし、これが相馬刀なら、煉獄教授はここで死ぬなって思ったわけですよ。まあ、でも、ただでは死なんかったのがすごかったですね。まあ、あの首、だいぶは、首半分ぐらいいったかな。うん。ただ、あの腹、貫かれた腕をまさかちぎって逃げるとはね、あの赤座。もうちょいやったのに。まあ、あそこでやっぱ、やっぱあの二人の戦いを見てて、伊之助が震えたっていうのもちょっと意外というかね。 もううん、なんか、フリーザの強さ見て震え上がったベジータみたいな感じでしたけどね。だから、ああ、猪之助もこんな風になってまうんやな、この二人の戦い見たらっていう感じでしたけど。うん、で、まあ、その後にね、なんかやかましいな、あの、<laughs> カーカーカー書いてる。で、まあ、その後にね、その、まあ、逃げ,逃げる、その上弦の三赤座が逃げる時のね、腕ちぎって逃げる時の炭治郎の叫びがもう、 卑怯者!」って「逃げるなーってっ!」言うたあそこよかったですむっちゃよかったちょっともうあそこでもうちょっとじわじわ,あのじ,わ,じ,わじわじわじわ来ましたじわじわじわでその後のやっぱりね恭次郎がまあ、あのー、私はもうすぐ死ぬからその生きてる間に話をしておきたいって言った時にまず禰豆子のあ,あれはお前君の妹は立派な鬼殺,だ鬼殺隊だ」って言ったところね 血をを流しながらも人間を守っていたとあーちゃんと見てるなあ思って、うん、やっぱあのねあの柱による裁判があっただけにうわ恭次郎このこ,このタイミングでちゃんとしっかり認めてくれたなーと思ってもうちょっとその辺から結構来てましたね目にはうんでからそう伊之助が泣くかー思って 猪之助が泣いいうのが一番意外やったかな。ずっと震えてましたけどね、猪之助。うん、これあの、バイオテーバーガーデン10話のあの、最後にイオテね、あの、最後にバイオルテーが泣いた時ぐらいのなんか感覚でした。あの猪之助が泣くとは、と思ってね。ただそこでやっぱ良かったのが、目から、覆面が泣いてねえってだけに、あの覆面から涙出てるじゃねえかって言って、前日に続きしたところとかが、やっぱり素直じゃない猪之助がね、出てて良かったなっていう、うん、感じでしたね。 であと、カスガイガラスは飲んで泣いてたんかなと思って、ちょっとあれも意外でしたけど、うん。で、まあ、その知らせ聞いた金尾と胡椒忍、胡椒さんは泣くかな思ったら、まあ、ちょっとそういう涙が流れる描写ではなかったですけどね、ちょっと意外やなと思って。で、あの、いつも柱のこの南無阿弥陀うのは、まあ、相変わらず泣いてましたけども、うん。いや、ただ、煉獄教次郎は、ほんまに、あのー、 素晴らしい背中を見せてくれましたね、柱としてのね。うん。で、まあ、今後、多分こんだけ社会現象起こるぐらい人気あるから、2期出ると思うんですよね。で兄貴からは、あのー、もう劇場版見たら、帰りに単行本買って帰れ言て、言うて単行本読んだ方がいいぞ、言うてましたけど。いやー、多分この後2期があるか、もしくは、また劇場版でね、続きをやってくれると思うので、うん、ちょっと何も知らん状態で見たいなと思います。うん でやっぱエンドロールですね。エンドロールで煉獄教授郎のその回想録みたいなのがあれはちょっと涙誘えますよね。で、もう自分がもう完全に涙あふれたのはもう伊之助の瞬間でした。うん。やばかったですね、あそこは。で、エンドロールの最後、あ、最後やったかなあの折れた日輪刀のね、あのー、こ、この、こっちなん,なんだっけさ、鞘じゃないわ。この持つところね。つ、つば、つばやったっけ、ちょっと持つところ。ねえ。 あそこが、しのぎか。し,しのぎ、ええー、ちょっとちゃうな、うん。まあまあ、あれのアップができたときに、ああ、これはもう、合吾教郎の刀折れて、あやっぱり終わってしまったんやなっていうのを、あの絵でちょっと感じさせられました。うん、あの回想録の後にね。ちょっとあのエンドロールはもう、完全に泣かせにかかってましたよね。うん、で、まあ、その、 まあ泣けるっていうので見ると、バイオルテーヴァーガーデンの劇場版はもう半端なかったですけども、あのー、まあもちろん、あのー、無限列車編、もう涙流しましたけども、ただ、心バリバリ震わされ、熱くなったのはもう圧倒的にこっちでしたねと。まあ当然ちゃ当然ですよ、まあ、戦闘シーンがあるんで。うん。だし、まあちょっとほんまにね、あの10月22日から27日にかけて、鬼滅の刃、 あの、全20、25話、26話、どっちでしたかな ?25 か。うん。まあ、4日、5日間でね、全話見て、うん。よかったです。もうちょっと間隔短かったら、もしかしたら、もうちょっとな、ない、ね、泣けたかもしれませんけど、うん。ちょっとその間にもね、いろいろ見てたんで、今、今なんか俺ガイル見てますからね。うん。だから、まあ、とりあえず、 えー何でしょうかまあ、今回、iMAX っていう映画館で見たんですよ。iMAX っていう映画館っていうのかな。今日ちょっと一緒に行ったあの芸人がね、めちゃくちゃこだわりが強い芸人で、まあ僕にアニメを見るきっかけになった芸人なんですけどね、去年。うん。まあちょっとこだわりの強い男なので。うん、やっぱ iMAX 良かったでしょ。っていやほんまに良かったです。あれ、600円プラスなんでね、あの、普通の,あの映画館の何 チケットよりもちょっと割高ではありましたけども、すごい良かったです。もう音,音響もやばい。まあもちろん音響がやばいなとにかく。まあもちろんもう巨大スクリーンなんで、うん。なんかちょっと 3D を見てるかのような感覚で、もう音もやばかったですしね。わ今日パンフレットがなかったんですよ。あったんですよ。あのレジに、販売中って出てて、あ、やった、買おうと思って、1冊くださいって言ったら、少々お待ちください言うて。 もう、もうあの、亡くなってました。<laughs> い、もう、閉じといてくれよ、思って。普通に希望を持ってしまいましたからね。うん。はい、まあまあ、ということで、えっと、まあ、ちょっと、もう見て、1時間15分ぐらいた、まあ、20分近く経ったので、1時間半ぐらい経ったるかな、もう、ちょっと、まあ、覚えてる限りでのね、えー、感想であり、しかも、まあ、いつも通り、あのー、陳腐な <laughs> 感想で、もう申し訳ないんですけども、うん。まあ、無事に見終わりました。まあ、続きがあると信じてね。 えー、劇場版なりアニメ2期なりでね、えー、続きは見ていきたいなと思いますはいえー以上「鬼滅の刃」無限列車編を見た感想でした、えー、どうもありがとうございましたよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは